皆さん、はい、お休みのところ長くお時間お付き合いいただきありがとうございました。では最後に私のオリジナル曲のツインソウルをお届けいたします。はい、あ、大丈夫ですね。はい、じゃあ最後に私のオリジナル曲のツインソウルをお届けいたします。白い妖精舞い散る季節に一つの光を見つけたの。暗闇が怖いと震える私をそっと包んでくれたんだ。遥か遠い昔にも同じようなことがあったよね。あなたは覚えていますか？たとえこの世で結ばれなくても次の星ではつながるだろう。そう信じてここまで歩いてきたから、あなたの声を愛しい横顔も同じ爪の形も。私のオリジナル曲のツインソウルという歌です。悪魔のいたずらに引き裂かれた魂が苦しいと泣き叫び、暗闇の中を手探りで探すの。消えかけた光のかけらを今日もどこかで同じ空見てるあなたのために歌うよ。私の声は届いていますか？たとえこの世ですれ違いでも次の星では寄り添えるだろう。そうやって私は旅の疲れを忘れないで、私の声を長い髪の匂いを同じ爪の形を。あ、良い曲ですね。ありがとうございます。ロッキーさんの方が作曲してくださいました。巡り会えて奇跡。
私の声を長い髪の匂いを同じ爪の形を ありがとうございました。はい、YouTube でも聞きましてありがとうございます。こちらの曲はYouTube で配信しておりますので、よかったらご覧ください。レイラツインソウルで検索していただきますと出てきますので、どうぞよろしくお願いいたします。パチ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 。はい、本当にたくさんの事故が起きましたがなんとか無事に初めてのインスタライブやることができましたね。この年になりますと新しいことをやるってすごい緊張するし、すごい怖いって思うんだけど、やってみてよかった。やっぱりね、こんなみんなに応援してもらえて幸せでございますね。はい、ありがとうございます。一日も早く、コロナ騒動が収まって、またライブステージで、歌える日を楽しみに、今できること精一杯やっていきたいと思います。時々インスタライブまたやらせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。最後に皆さん乾杯なんかトークメインのライブだよって言いながらやっぱり歌いましたはい、本当にありがとうございました。またやる、素敵な人、ありがとう、ありがとう。はい、またやりたいと思いますね。時間もだいたい夜8時くらいとかで、皆さん大丈夫ですか？お仕事ね、行ってる方とかもいるので、はい、じゃあ皆さんがお食事終わってお風呂も入り終わったかなって頃に、こうじゃあ一杯乾杯って感じでまたやらせていただこうと思います、場所はやっぱここだね、パソコンの横がいいねはい、では本当に長い時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これ終了で切ればいいのかな。はい、ありがとうございました。はい、楽しみ、ありがとうございます。ではまた、最後にじゃあスクショタイムはい、ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。リクエストがありましたらよろしくお願いいたします。じゃあね、おやすみなさい。ありがとうございました。